このブダペスト版の楽譜めっちゃ奮発して買ったわ。8,000円、高っ。スケジュール帳とかもそうやけど、どうせ使い込んで古くなるって分かっててもやっぱり最初は慎重にしてまうわ。今日はリストの超絶機構を持ってきました。リストの超絶ね、何番？あ、10番です。10番ね。落ち着け、大丈夫や。先生が私に代わって折り目つけてくれはっただけ。今度から開きやすいよね、よかったね。この曲は人気があってみんな弾きたがるけど、きちんと弾くのは難しいのよ。はい、どうぞ。何弾いてんねん、動揺しすぎや。反対に折ったところであいつの何が変わるって言うんや。何も変わらへん。そう、何も。準備が、いや大丈夫、いつかはそうなる。楽譜は財産、先生の書き込みは宝。全然いいねんけどな。